公共曲第一番、知られざるものは、ブラジルの作曲家、エートルベライコールロボスが1916年に作曲した公共曲である。ビラロボスは1916年に彼の最初の公共曲を作曲し、エパミノンダスビラルバフリョというかなで彼自身が書いた哲学的議論を行った。バンソン・ダンディのスタイルで書かれた5つの公共曲のサイクルの最初のものである。 ビライ・コール・ロボスはこの公共曲のロマンティックで象徴的なプログラムテキストを1907年にすでに書いていた。このテキストは芸術家の魂と運命や宇宙との神秘的な関係をテーマにしたものだがこの哲学的な紛失したアイデアは理解するのが難しく音楽にはほとんど反映されていない。テキストによれば芸術家の魂は彼は 他の世界の星座の痛みを伴う落下、一過性の物質の反響、死を免れない人の涙がうねるろの震える雫に変換されるのを見ています。彼は落下する星の驚きをむき出しにして、ぐにゃぐにゃと広がるハローのコイルを見て、こうして彼はその視線でゆっくりと夕日の広大なカーブへと登ってゆくだろう。自然の静かな調和喜びと苦しみ、 喜びと苦しみの涙を流しながら、うっとりとした感覚の高まりの変化に合わせて、ゆっくりと一体化することで。そこで、この甘くて恐ろしい無気力状態に目覚めた意識は、彼に水平線を示して言う。それは運命によって、単調さの運命に苦しむことを宣告されている。それは人類そのものである。それは曲がらず、適応せず、振動せず、動こうとしない。 そして芸術家の魂は彼から発せられる彼自身の光の輝きとともに繊細でエーテルのようなクリスタルを通して広大な風景をかいまる。自身の重力の総合引力の中でバランスをとっている人物、塊、ものは馬鹿げた人形の苦しいリズムで動き魂がさまよう宇宙のレベルまで上昇することができない。1919年9月20日 リオデジャネイロ私立劇場で第二楽章と第三楽章のみの部分的な演奏が行われた。全曲初演は1920年8月30日に再び同じ劇場で作曲家自身の指揮によって初演された。後日、ビライ・コール・ロボスはスコアを修正し、パーカッションにタムタム、クロッケンシュピール、サイドドラムなどを追加した。ピッコロに、フルートに、オーボエに、 コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラバスーン、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、タムタム、サイドドラム、バスドラム、シンバル、トライアングル、クロッケンシュピール、チェレスタ、ハープに、弦楽合奏。全4楽章からなる。演奏時間は、約25分。アレグロアッサイモデラートアダージョスケルツオアレグロコンブリオ。 ありがとうございます。